アスカ E、アスカ E、アスカ2は、日本優先の子会社、優先クルーズが所有、運行している外交クルーズ客船。2006年2月に売却された、アスカの後継船にあたる。1990年6月、クリスタルハーモニー、クリスタルアルモニー、バハマ船籍として、三菱重工業長崎造船所で竣工し、アメリカのクリスタルクルーズ社、日本優先の子会社、 2015年にグループ離脱に収益した。三菱重工業長崎造船所で大型客船を建造するのは実に50年ぶりであり、知識ゼロの状態で設計、建造をされた。建造期間は契約後2年間であり、通常の大型客船の3年前後と比較すると短期間で建造された。2006年1月に優先クルーズが元船を買い取り、 日本市場向けの改装を施し、2月末よりの終熟公開を兼ねた日本各地でのお披露目を経て、3月17日に正式デビューした。日本席では最大の客船である、1991年10月に就航したアスカは、1990年代中盤より順調に、その集客を伸ばし、21世紀に入る頃には、特に夏場のハイシーズンにおいては、 万船の状態が続くようになり、予約が取れないと乗船希望客の不満が募るようになった。運営する側としてもこれはビジネスチャンスを逃していることに他ならず、キャパシティの増大が必須となり、第2船の投入や、より大型の新造船の建造等が検討されたが、結果として同じ日本郵船グループのクリスタルクルーズ社が運航するクリスタルハーモニーを 日本向けに改装し、アスカ E として代替投入、これに伴い、アスカは焙煎されることとなった。これは当時、クリスタルセレニティの投入、2003年6月就航により、三隻体制となったクリスタルクルーズ社の集客が伸び悩んでおり、厳選、イコール日本優先グループ内の潜伏交換、アスカの焙煎により、体制を整えるという目的もあった。 日本郵船の2006年度第1、市販期決算によれば、客船事業部門の収支は前年同期比、大幅に改善されており、この潜伏交換の効果が現れた。日本郵船の草刈り会長と、郵船クルーズの松平社長は、第2戦の投入については、現状、そこまでの市場の広がりがないとし、また新造船の投入を見送った理由については、 折からの海運公共で、戦火が高止まりしていること、並びに、造船所の船台が相当、先まで埋まっており、その間お客様をお待たせしてしまうことになる、ビジネスチャンスを一する旨、述べている。アスカ E の船籍港は、横浜港であり、優先クルーズの本社所在地は、横浜市である。横浜港の大桟橋改築が完成し2000年代に、入って、 クルーズ客船の寄港数が増加基調に入った。しかし、横浜港を潜石港とする客船がなくなって久しくなっており、横浜港の再活性化には港の象徴的存在となる横浜港潜石船,船が求められた。また、横浜港と歴史的につながりの深い海運業界との関係進化も必要とされた。アスカ E の就航にあたり、 中田博市長が自ら日本郵船に同船を横浜席とするよう依頼し、郵船側も旧アスカの発着港の多くが横浜港であることや、横浜港と日本郵船が歴史的にも深いつながりをつこと等を理由に、これを重諾、2005年10月5日に合意、発表に至ったものである。乗船する側のメリット、予約が取りやすくなると運営する。 側のメリット、事業の拡大が一致して実現した大型化であるが、デメリットも存在した。大型化のデメリットの最たるものは、喫水が深くなることにより、気候できる港が制限されることである。例えば、薬島は、アスカでは特に秋口には、毎週のように気候するほどの人気の気候地だったが、アスカ E では、喫水オーバーにより、岸壁に接岸することができなくなった。 2006年以降のアスカ E のスケジュールには、薬島が組み込まれていない、接岸できない、気候地でも、地元で船が都合できない場合は、本船付属のテンダーボート、救命艇を兼ねた渡し船により、通船で上陸できるが、運航は、天候の影響を受けやすく、悪天候の場合は、上陸負荷により抜け行に至る、可能性高くなる。通船での上下船は、タラップや、 ボーディングブリッジに比べ、時間を要することとなり、飛行地での時間の有効利用の点で劣ることとなる。高さが増えたことで、初代アスカではコースに含まれていた、キール運河も通行できなくなった。全長が200メートルを超えるため、航行制限を受けるようになった。例えば、ビサンセト航路などでは、教師会時における、航路入港制限や、夜間の通行ができない通行時間の制限がある。 このほか大型化により、船内の移動距離が長くなったことも挙げられる。船首付近の客室に当たった場合、船尾の施設に行く、あるいはその逆には、かなり負担を感じることと思われる。クリスタルハーモニーは、建造から15年目の2005年11月25日、ロサンゼルスにて、その運行を終了。同月末より、カナダのビクトリア・シップヤーズにて、改装工事にかかった。 12月下旬に出去、年末年始にかけ太平洋を横断し、2006年1月5日に三菱重工業横浜製作所に入居、さらに改装工事を続けた。船舶陶器場は、同年1月5日までがクリスタルハーモニー、1月6日からがアスカ E である。2月11日には、売船準備のためにアスカが同製作所に入居、その後数日間、 岩壁の両側に、アスカとアスカイが並ぶ光景が見られた。改装工事を終えた、アスカイは2月22日夕刻に、横浜港第三橋に帰参し、2月26日に、命名記念式典が実施された。あいにくの雨天であったが、中田博横浜市長らの出席のもと、騎子が、ゴッドマザーとして、本線をアスカイと命名した。 その後、2月末から3月半ばにかけ、修熟公開を兼ねた日本各地でのお披露目を実施、3月17日に正式デビューとなった。船体やエンジンはクリスタルハーモニーから変更されておらず、船舶としての能力は同等であるが、日本人のニーズに合わせ設備を追加するなどした影響で相当数が増えたほか、乗客定員、 872名と乗組員約470名が若干減少している。主な改装箇所は次の通り。改装費用について優先クルーズの松平社長は2005年10月5日イコール実際に改装に着手する前の記者会見で概算で30から50億円と発言している。アスカイ、e、は日本で 初めて建造された電気推進のクルーズ船で、方式はサイクロコンバータ式ディーゼル電気推進である。三菱マン B&W 製ディーゼル機関とアブストロンバーグ製発電機を組み合わせ発展にメガワット4台により、発電、アブストロンバーグ製のサイクロコンバータ、周波数変換装置及び、同期電動機12メガワット2機により、回転数可変の動力を得る。 バルチラ、ボーツィラ製ディーゼル機関とアブストロンバーグ製発電機による 3MW の補助発電機も持つ。スクリューは直径5.2メートルの4翼可変ピッチプロペラ2機を65から 132rpm で使用する。スクリューに最も近い軸受けは油潤滑のブラケットタイプである。また、2台のバウスラスター、長さ5.2メートルのフィンスタビライザーを持つ。 燃料タンク容量は1800トン、巡航速度18ノットで約90トン、日の燃料を消費する。本船の料金、2名一出仕様の1人1泊あたり、金額設定は以下の通り、料金の内訳については、サービスの不死を参照のこと。上記の他にも、クルーズ元による差異があるので、詳細は、優先クルーズ内しは。 取扱い旅行代理店に当たられたい。優先クルーズは、アスカ E は、アスカのサービスを継承する、としており、以下の説明も、アスカのコートほぼ同じである。主要目の通り、本船の乗客定員は940名であるが、パンフレットでは872名と謳われている。理由は、以下の3点である。優先クルーズとしても、き部屋を遊ばせておくつもりはなく、 集客が順調でかつ、乗組員の雇用、教育が進めば、早い機会に、乗客定員を増やしていきたい旨、明言している、2008年の A、スタイルクルーズでは850名以上が乗船し、ラベットラダ落合の落合シェフが850人前、以上のパスタを一人で作ったと公言している。船内組織については、クルーズ客船の同説を参照願う。 乗組員、約440名中、3分の1弱が日本人、3分の2強が外国人の構成である。外国人の大半はフィリピン人が占めるが、他にもアジアや欧米各国の出身者がおり、国籍数は20を超える。外国人、特にフィリピン人の起用はもっぱら人件費の安さを目的としたもので、男性は主としてレストランバーのウェーターや、 在庫部門で、女性は、客室係といった末端で起用されているが、初代アスカより長期で勤務しているウェーターの一部には、敬語を含めた日本語を話し、アシスタントヘッドウェーターに昇格している人もいる。サービス部門の長たる、ホテルマネージャーや、クルーズディレクターといった洋食にも外国人を起用している。日本人に、客船サービスのプロフェッショナルが不足していること、及び、 外国客船のノウハウを吸収するために、客船経験者を雇用したものである。何代目船長と称しているが、実際には2名が3から4ヶ月ごとに交代で乗船する形をとっている。優先クルーズのサイトでは、増山船長について、アスカと通算しての10代目船長という表記がなされていた。なお2010年8月、俳優の香山雄三が、 名誉船長に就任しており、毎年夏に行われる、若大将クルーズに乗船している。2013年度の様子は、若大将の悠々散歩で4回にわたり放送された。アスカクラブは、アスカ内いは、アスカ e に一度でも乗船することにより、入会資格を得られる、会員組織。客室に、ブルーの入会申し込み用紙が置いてあり、これに必要事項を記入し、 レセプションに提出すると、事後に会員証が送付されてくる。会員特典は次の通り、会費は無料であり、会員資格については、特に有効期限は設けられていないが、3年間乗船しないと、休眠会員の扱いとなり、クラブ紙や各種招待状が送付されなくなる。アルバトロスソサイティは、アスカクラブ会員の中でも、アスカ、 アスカ E23 で夏季のいずれかの条件を満たしたヘビーリピーターを対象とした組織。アルバトロスソサイティ会員は乗船時も優先乗船口からの乗船ができたり、終日公開日があるクルーズ中のアルバトロスソサイティ、パーティーへの招待、船内での飲食、クリーニング、アスカコレクションでの販売商品、一部を除くを5%割引が受けられる。その他、 1> 年1回程度のアルバトロスソサイティパーティー有料や船が定めるアルバトロスゲストデイに4名まで同伴して放線ができる。累計船舶を超えたアスカクラブ会員は6デッキライブラディ隣にあるクルーズディスクの壁に名前が刻印されたプレートが掲示される。最多宿泊者は1、700泊を超え、なお記録を更新中である。 ヘビーリピーターの暮らし不利は2004年1月6日の朝日新聞長官にて紹介された。2006年5月20日、朝日新聞大阪版の夕刊一面に豪華客船ため行き航路の見出しで本船上のトラブル、排水の逆流、自動ドアの不具合、大浴場の油温が上がらない、エレベーターの不具合等を報じる記事が掲載された。後に旅行業界では、 クレーマーとして知られる男性が朝日新聞に告発したところを大きく取り上げられてしまったものであり実際には他の乗客はそれほど問題としていなかったと言われているトラブルはないに越したことはないが大新聞が一面で取り扱うほどのことであったのかは意見が分かれるところであるもっとも2月のアスカ運行終了から3月のアスカ E デビューの際マスコミの取り上げ方も 別の意味で凄まじいものがあった。特に NHK での扱いは、これらが純然たる、営利企業の船であることに鑑みれば、異例とも言えるものであった。報じられた不具合はいずれも事実であり、4月からの世界一周クルーズでも、これらの一部は解消されなかった。ソフト面でも、一定のレベルが確保できなかったとして、優先クルーズは、最終的に、客室単価の2泊分のクレジット、 船内で飲み、使用化をお詫びとして乗客に提供している。アスカ E に限らず、ホテルや客船といった宿泊施設において初期トラブル発物であり、開業当初、就航当初の施設はあえて避けるという利用客も少なくないようである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。